太郎、麻生太郎、やっとネタが出てきましたねいや嬉しいよ麻生財務大臣の時はいくらでもねネタがあったんでたくさん叩かしてもらいましたけども副総裁になってからあんまりね発言する機会がなくなって大人しいじゃないですかだからね正直しょんぼりしてました本当は麻生財務大臣を叩くためにこういったシリーズを始めていたんですが麻生副総裁になってもやっぱりニュースを起こしてくれましたね 読んでいきましょうか。麻生自民副総裁を刑事告発。パー券収入不記載で、裏金の可能性と専門家。自民主流派で横行ということでございます。まあ自民党のね、議員さんが政治規制、政治資金規制法を破りまくってるのは周知の事実ですけども、今回ね、麻生財務大臣にしては、あの、金額がしょぼい。しょぼいですはっきり言って。 こんな小さいことでしかもうニュースが取り上げられなくなってきたかというと、麻生財務大臣の悪行もその公約が尽きたってことなのかなと思います。記事を進めていきますね。麻生太郎自民党副総裁が率いる志向会以下麻生派が2018年から20年に開催した政治資金パーティーの収入計340万円を記載していなかったとして、今年1月政治資金規制法以下規制法違反で代表の 麻生太郎氏ら3人が東京地検に刑事告発されていたことが分かったこれで自民党派閥の政治団体のパーティー権収入の不記載の件で代表らが刑事告発された例はさまざまということですね記事は途中で切れてますけども、うん、まあでもなんか大して叩きがいのある記事じゃないからまあいいやね麻生さんまあいいですよこのぐらいちょっとちょっと書いてなかっただけでしょうん別に350万円をね横領したけどもなんでもないんで なんかねその政治資金規正法って破ったところで被害者が別にいないんですよねちょっとねあの修正申告で済んじゃう微罪ですからなんかこれによってね麻生財務大臣が当時の責任を問われてねなんかこう追放みたいなことにならないですから何も起きずにそのまま終わるんじゃないですかでこのニュースって報じてもあんまりインパクトがないんで報じないでしょうね小さい記事で終わりでしょうね いやーまあでもこのぐらいしかもうネタがなくなってきたんで、麻生財務大臣。いや、麻生副総裁。うん、まあ本当にお疲れ様でございました。うん、まああの、一歩引いたところからね、副総裁という立場から、総裁の岸田総理を見ていて、どうですか頑張って働いてくれてますか今回は特に叩きたいほどのインパクトもなかったんで、以上で終わりです。すいませんでした。